はいはい皆さんこんにちはコーチングサービスのハレルを運営している中塚さゆえですこんにちはウェブ3ハッカソンプラットフォームアキンドを開発している金城ですウェブ 3FM はウェブ3にまつわることについてわかりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です本日はリキッドステーキングと MEV について、えー、お話ししていきたいなと思いますはいちょっと今日は、はい 技術的というかちょっと難しい話かもしれないんですけれども、ちょっとバンクレスのですね、うん、記事でいいコンテンツがあったので、ちょっと自分の学びというか、リサーチも兼ねて、ちょっといろいろ調べてみたので、その話もできればなと思ってる感じですかね。またちょっと新しい単語が出たなと、ちょっと気になりまそうですね,ね。そうですね。ステーキングとかは、はい、よく出てたと思うんですけれども、はい、ちょっと前のエピソードが。 ビットスタートのゲスト会で、そういえば、中塚さんの,あの進捗聞けなかったんですけど、どうですかクリプトライフの。あ、メタマスクには今、今、<laughs> 送金中です。メタマスク送金中というとあのコインチェックから、メタマスクに送金中です。はい、それはえ、すぐ送金されないでしたっけ今日やったんですかそれって。 あ今日やりままなるほどですね。じゃあまあまあまあ、コインチェック側で、この送金は問題がないか、みたいなところを今、審査してるっていうような状況かもしれないですね。かもしれないですね。はい。なるほどですね。ちょっとそれ、はい、じゃあ先週サボったってことですね、つまり。 それはいえ、先週はゲスト会なので、<laughs> いや、ないだろうなと思いつつ、はい。計算を持ってやったって感じです。<laughs> ああ、なるほどですね。かちょっと2週間分のね、進捗聞きたかったですけど。まあでも、ぶっちゃけ、<laughs> ぶっちゃけもう超、超もう10秒で終わりる作業じゃないですか、それ。いや、まあまあ、そうっすね。<laughs> う,んうん。まあでも、金額上がってたのは、なんか嬉しかったですね。1>, <あ>1万円ら,万円ら上がってましたから。一万円ぐらいまで。はいはいはい。あの、上がったんで。 了解ううで,いいです。あと、それで言うと、あっ、はい、そんなもんすかね。はい、あとは、ちょっと今日報告で言うと、ちょうど今日あの収録してるのが1月26日なんですけれども、1月28日から、アスターとスラッシュのコラボのバンティハッカソン。 バウンティーブートキャンプハッカソンですね、1月28日から開催するっていうのと、あと1月29日のこれ日曜日ですかね、からはフラクトンハッカソンボリューム1がですねあの開催するというところで、ちょっとにもう本当に2023年のハッカソン始めみたいなのが、ちょっと大きめのやつがガンガンと2つあの開催されるというところで、それぞれ2、3週間ほど、アスターのやつは3週間で。 ラクトンのやつ何週間だったかなまあまあ2、3週間ほどの,あの開発期間もあるハッカソンだったりしますのでよかったら、あのー、これ聞いてる方、チャレンジしてみたい方、参加してもらえるといいんじゃないのかなと思います。あキンドの方でホストしておりますので結構いろいろサポートさせてもらってたりもするので。 はい、ぜひチェックしてみてくれればなと、1月29日のフラクトンさんのイベントとかは、僕も登壇させてもらう予定だったりするので、もうちょっとね、これ26日収録なんで間に合わないかと思うんですけれども、チェックしていただければなというのと、あと、ちょっと前も話したかもですけど、サブスタックをですね、あのじめまして、中地さんという方にですね、いろいろと書き起こしをいただきながら、ちょっとあの直近の記事のコンテンツっていうのをサブスタックであの案内していければと思ってまして、ちょうどまだあの1記事しか公開できてないんですけれども。 前々回のものだったり、前回のものだったり、どんどんアップデート。ちょっとゲスト回はあの特殊なのでスキップしようとは思ってるんですけれども、まあち、ちょっと有益な内容のエピソードといったところは、テキストベースでも案内していければと思いますので、あのー、サブスタック登録、概要欄に貼ってるやつから登録してもらえると嬉しいなと思ってます。まあ、いろんな有益な情報、ポッドキャストで言えなかったような情報とかも言えればなというところですかね。はい、すいません。ちょっとお知らせが続きましたけれども、ちょっといろいろね、最近本当に忙しくて、もうね、イース東京が、 あの4月14日から始まりますし、あとはジャパンブロックチェーンウィークが6月、で、コインポストさんが主催する WebX が7月っていうところで、結構、もう本当に今年はイベント、2022年盛り上がったので、また i v s もあるのか今年、もいろんなイベントがね、この、なんだろう、春から夏にかけて控えてるので、結構いろ、それに合わせてね、ハッカソンもいろいろ海外のプレイヤーさんたちと。 な日本に呼ぶために、ちょっといろいろコミュニケーションして、ちょっとバタバタで、ちょっと更新も少し遅れ気味ではあるんですけどはい、ちょっといろいろ仕込んでるので、アナウンスまたさせてもらえればなというような形では思ってますね。うんうん。はい、はりありがとうございます。ます今年は、はい、たいな感じですかね。うんうん、ちょっとお知らせ的なところで言うと。はい、トレンド的なものは何かありますあそうですね、ちょっとニュース的なところをちょっと簡単に共有したいんですけれども、ちょっと簡単でもないのかな、ちょっとこれもですね、またすいません。 今回、バンクレスのコンテンツが良かったので続くんですけれども、ちょっとそこで NFT ゲームの種類っていうような記事がありましてですね、ちょっとその前にこの NFT ゲームというか、そのなんか用語みたいなようなところ、なんかブロックチェーンゲームのことを BCG ってよく略したりするんですけれども、この BCG って呼ぶのは,実は日本だけだぞみたいなようなことがあったりとか、で、よくゲームファイって僕、 あの言うと思うんですけれども、やっぱここの定義、なんかちゃんとしましょうみたいなようなツイッターが結構話題になっていて、まあ、稼ぎ重視の,そのゲームをゲーミファイ、もう儲かるサービスみたいなところをゲーミファイ。で、ゲーム性重視、稼げるはどうでもいいけど、しっかりあの楽しさ重視のものを Web3 ゲームと呼ぼうぜみたいなような流れがあるみたいですね。でね、結構いろいろ言われてたじゃないでクリプトゲームとか b c d とかゲーミファイとか、いろんなちょっとその 今年ね、ゲームが盛り上がるんじゃないですかね、みたいな話、Web3× ブロックチェーンゲームがサードアダプションの入り口になるんじゃないか、みたいな話よくしてましたけれども、ちょっとそのね、あの定義づけみたいなようなところで、なんか話題になってたなというところがあってですね、で、そこの流れで、まあ、結構僕の方ではゲームファイ、ゲームファイっていうような形でよく言ってたんですけれども、まあ、結構稼ぎ重視のところなのかなというところがあって、 で,で、ちょっとその流れでなんですけれども、バンクレスがですね、2023年の Web3 ゲームテーマ8選みたいなような記事を出していて、それちょっとざっと、もうめちゃくちゃなんかそんな深い内容はなかったので、ざっと言うんですけれども、まあ、より深く、より豊かなゲーム性が一致、まあね、よりゲームとしての、なんだろう、コンテンツね、ちょっと最近出た、某、某、 翼 <laughs>、キャプテン翼とか <laughs> いろいろ賛美両論もあって、全然やっぱりポチポチしていくようなゲームで、ゲーム性っていうのがちょっとね、みたいなのがありましたけれども、やっぱりそこに対してね、やっぱりよりちゃんとしたゲームを作りましょうというところだったり、あと2つ目がモバイルゲーム、3つ目がガス代無料ゲーム、4つ目がですね、アービトラムの台頭って言いますけど、結論言うと L2 を使った、L2 チェーンを使った、より高速で安価なまあゲーム、 オンチェーンゲームの台頭みたいなところですかね。で、四5番目がトーナメント方式。で、6番目が柔軟なクリプトネイティブデザイン。まあ、例えば、あれですよ、ウォレット、メタマスクとかもつながなくても、そのゲームの中でウォレットがあるだったりとか、うん、そのスマートコンダクトのアップデートの時に、ちょっとゲームが一旦リセットされたりとか、ストップするとか、なんかちょっとそういった、あの、めんどくさい UX がなくてもスムーズに活用できるだったりとか。 であとオンチェーンゲームエンジン、もう本当に完全に全部であのゲームの情報がオンチェーンに載っているっていうようなところの,あのゲームだったり、あとはノートークンゲーム、まあ、そういうトークンを発行しないっていうような、まあ、ゲームですね。なんかそういったところが今年、あのそういう NFT ゲーム、まあ、Web3× ゲームといったところで何かしらこの8つの中の何かしらが台頭してくるだろうみたいなような。<laughs> はい、ところが言われたりするんですけれども、なんか、ここまでで中塚さん、なんかこの8つの中で気になるところとかあります一番最後のって、普通のゲームと変わらないっていう。確かに。トークンがないゲームって、普通のゲームかなっていう。うんうんうん。まあ、イメージとしては、なんかオフチェーン通貨、うん、まあ、それはまあ、ポイントみたいなようなもので、うんうん、であとはなんか、プラス NFT みたいなようなところの。 あの展開があるんじゃないいかっていうところですね、うんまあ、トークン、a r c 2 0使ったそういう暗号通貨みたいなのではなくて、まあうん、NFT を活用していくみたいなイメージですかね。今、うんうん、よくあるのはこのステップンとかアクシーとかっていうのは NFT を最初に買ってで、まあ、それでゲームで遊んだら そのユーティリティトークンみたいなのがもらえて、そのユーティリティトークンをまた何だろう、ガバナンストークンとかに転換できたり、もちろんガバナンストークンももらえるんですけど、基本 NFT、ユーティリティトークン、ガバナンストークンみたいなこの三つどもえのバランスをどう作っていくかといったところで、結構デュアルトークン、2つのトークンがあるのが主流だったんですけれども、もうバサッと、今だったらシングルトークンの方がいいんじゃないか、とか、そのユーティリティ、やっぱデュアルトークンは必須だったりとか、いろいろあったんですけど、もうそれバサッといって、NFT とオフチェーンの 普通かでもいいんじゃないかみたいなようなアイディアを、うん、なんか提案してましたね。うん、0X ケプラーさんケプラーさんっていう人が、うんうん、なんかその案内をしていたみたいなんですけど、ちょっとこのバンクレスの記事も貼っておくので見てもらえたらと思うんですけど、ちょっと今回ですね、この中でちょっとクイしたのがやっぱり7番目のオンチェーンゲームエンジンですね。これがやっぱり やっぱり、ね、一番ウェブ3感あるというか、ブロックチェーン感あるというか、なんか今後の拡張性があるみたいなところかなと思っていて、これもちょっとすみません、あの記事の参考なんですけれども、このシ,ショーラン、ショーラナさん、ショーラナさんっていうのかな、ショーラナさんっていう方がですね、あの、あれに、ノートにその考察というか、考えて、記載されていて、まあ、アクシーインフィニティを作ったスカイ・メビウスの共同創業者はゲームファイの過ちを認めた。 っていうような記事書いてるんですけれども、まあ、ここでですねあの、ダークフォレストの紹介をしていて、まあ、このダークフォレストが、あのー、世界初の、まあ、オンチェーンゲームエンジンって言われてるようなものだったりするんですね。この前、GKP の回でダークフォレストの話したことあるんですけど、覚えて,覚えてますいや、覚えてないですね。覚えてないですかね。<laughs> まあね、まあね、きらっと一気に。一気 <laughs> い,い,いっぱいだったんです、ねまあ。はい、まあ確かに確かに。あのー、あれですね、まあ、簡単に言うと、まあ、惑星を取り合うゲームで、 まあ自分の所有する惑星で作られたエネルギーを利用して、他の星を征服していくみたいなゲームなんですけれども、イメージとしては、んかかん情報不完全ゲーム、相手の手の内をあの探りながら自分がどう攻撃をしていくか、相手が何を出すかみたいな感じま、あまあ麻雀とかトランプとか、そういうあのポーカーとか、そういったものがあると思うんですけれども、今までってやっぱりオンチェーンゲームだったら、全部の情報がオンチェーンに載るので、全部可視化される状態。 になってそういうゲームっていうのはなかなか作りづらかったんですよね。対戦ゲームみたいなようなところ。ですけれども、このスタークネットの,あのゼロ知識証明の技術を使って、プライバシーをしっかりあの持たせながらも、しっかりそれがオンチェーンにあるような状態、ねあの、ゼロ知識証明、そういうスケーリングだけじゃなくて、プライバシーにもユースケースがあるんですよみたいな話をしたと思うんですけれども、まあ、そのプライバシーのユースケースをしっかり活用することで、よりあの隠し要素を持たせたような、より なんでしょうあのー、駆け引きが楽しいようなゲームっていうのを、まあ、作ったゲームなんですけれども、やっぱりこれ、面白いのが、やっぱゲーム性としてはまだまだ正直、あのー、これからっていうところなんですけれども、やっぱり面白いのがですね、もう本当に全部のゲームのロジックだったりとか、ユーザーのデータだったりとかっていうのが、もう全部ブロックチェーン上に刻まれてるんですよね。例えばアクシーととかかステップンとかっていうのは、うん もうスルワクシーとかは3対3の、まあ、ポケモンみたいな対戦ゲームなんですけれどもそのどのポケモンポケモンっていうかあのモンスターが勝ったのかとかどんな攻撃をしたかとかユーザーがどんなに思ってるかっていったところはもう基本的にオンチェーンにはなくてそこでの NFT をミントしただったりとかそのトークンを換金しただったりとかトークンを送ったとかやっぱりその も全体100としたら、そのうちの5%、10%ぐらいしかオンチェーンに載ってないんですよね、普通の、あのー、ゲームコンテンツ。まあ、それゲームに限らず、あらゆる、て言うんでしょう、ダップスみたいなようなところは、あらゆるって言ったらあれですけれども、うんうん、もう本当に、て言うんでしょう、ガス代も高かったりとか、うんあのー、つどつどね、玉ダマスクやるのもめんどくさいので、 本当にそのお金が関わるところ、送金だったりとか、デポジットだったりとか、なんかそういったところしか、まあ、それこそ、アキンドでも Web3 のハッカソンのやつやってますけれども、その賞金を支払うとか、そのあのハッカソンをそのオープンにする、まあ、ハッカソンのデータっていうのをコントラクトにアップするみたいなところしか、正直あの、オンチェーンにしていないっていう部分もあったりもするので、やっぱ重要なところだけしかオンチェーンにしないっていうのが普通なんですけれども、もこれも全部、ブロックチェーンに刻んでるっていったところ。 で,で、これが何でいいのかって言ったら、ぶっちゃけそうすることによって UX っての悪くなるんですけれども、このゲームのデータっていうのが全部、あのー、可視化されてる状態で、かつそれを誰でもコンポーズできる状態、まあ、転用できるような状態で、かつそれをパーミッションです、許可なく、あのー、いじれるような状態で、もちろんブロックチェーン上にあるので、まあ、分散性っていうのがある状態っていうところで、つまりなんだろう。このゲームを いろんな人が勝手にカスタマイズしたような、あのー、また別のゲームっていうのをどん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 作っていくことができるような、あのー、状態になってたりするんですよね。ここにはトークンとかはないんですけれども、このダークフォレストの専用のステーブルトークンを作ろうっていうところだったりとか、そこでのなんか成績っていったものを、まあ、例えば NFT 化してマーケットプレイスで売れるようにしようだったりとか、なんかそういう。 あのー、デベロッパーを巻き込めるようなその特徴、確実調整のあるような特徴っていったところがこの何だろう、オンチェーンゲームの、フローオンチェーンゲームのまあ特徴で,で、ダークフォレストっていうのがそれを初めて実現していたりもするので、まあ、今後、こういうフローオンチェーンゲームみたいなところがもっともっと出てこればですね、なんかそれをきっかけとして、もっとクリエイティブなゲームってっところもどんどん出てくるんじゃないのかな、みたいなところでは面白いところなんじゃないかなと思ってたりはしますね。はい <laughs> うんうん、ちょっと分、はい、かりづらい部分もあったと思うんですけれども、イメージ湧きますかね。なん,かあな,なんとなく、はい、イメージはついてますけど、今回、なんか任天堂とか、そういう大手は参入とかはしないんですかね、うん、いやーしないでしょうね、しばらくはこういったフロンチェーンゲームに関しては。 まずはもちろんそれ以外のなんだろうよくあるそれこそキャプテン翼さんの,あのゲームとかっていったのも IP 使ってるゲームですし、うん、あのスクワイアニックスとかも、うん、Web3 ゲームに本気出していくだったりとか、うん、もういろんなあの IP 持ってるようなゲーム会社さんがゴリゴリにやってきますけれどもでもこ,ここまでのフロンチェーンゲームでの参入ってのはしばらくまだないんじゃないですかね、うん、本当に自由に改変していいよみたいなようなものだったりもするのでそういうブランドを、うん 当初から持っているようなところがやるっていうのはちょっと、うん、あの、イノベーションのジレンマみたいなところが働くような領域なのかなってい思いますね。やっぱりこの先ほどのシャーロン、ショーランさんの記事にもありますけれども、やっぱりコンポーザビリティ、インターオペラビリティ、パーミッションレス、あのデセントラ,ライズ、デセントラライズドみたいなような特徴が、あの、なんだろう、やっぱり非常に組み込まれているよねっていうようなところはすごい共感しましたね。 でそこに YouTube が貼ってあって、これがすごい分かりやすかったんで、ちょっと、あのー、引用させてもらうと、やっぱインターオペラビリティみたいなところはシェアリングデータ。で、コンポーザビリティっていったところはシェアリングロジック、ロジックの共有。で、パーミッションレスっていうのは、まあ、シェアリングウィズエニワン。まあもう誰でも OK ですよ。誰でもシェアしていいですよ。うん、パーミッションレス。で、まあ、デセントラ,ライズド、まあ、アンセントラブル。アンセン アンセンサーラブルって書いてるんですけど、まあ分散性っていうのは、まあ、シェアリングフォーエバーみたいなことを書いて,てもうデータのシェア、ロジックのシェア、あのー、誰でもシェア、<laughs> そのデータっていうのは永続性があるみたいなところ、やっぱりそういったところが、まあゲームに限らず、なんか、あのー、Web3 らしさ、クリプトらしさ、ブロックチェーンらしさを、あのー、体現するようなキーワードなのかな。で、よくね、もう何,何百回も、このポッドキャストでもコンポーザビリティが熱いんですよとか。 パーミッションレスじゃないといけないですよとか、インターベラビティがメタとか言ってますけど、うん、まあまあそう、ちょっとそれをね、シェアリングデータ、シェアリングロジック、シェアリングウィズ・エニワン、シェアリングフォーエバーというような言葉で言い換えてる。ぶっちゃけもも意味よくわかんないじゃないですか、うん、インターベラビティ、コンポータリティみたいな。<laughs> まあまあね、そういうのをね、わかりやすくちょっと書いてある YouTube のスクショがあったんで、まあこれ面白いなと思って、はい、ちょっとシェアしてみたかったってところですかね。うんうん。はい。 ダークフォレスト、要注目のゲーム。で海外の人たちもみんな、なんか注目しているようなフロンチェーンゲーム。知識証明を作ったフロンチェーンゲームなので、はい、要チェックなのかなと思います。ちょっと僕もプレイまだしたことないので、はい、でしてみたいと思いますけれども。はい。ありがとうございます。もうだいぶね、ニュースどころじゃない。ニュースどころじゃない。人のコンテンツのボリューム感でしたが。じゃあ、ステーキングの話、聞きたかった人、本当に。はい。 最新トレンドを出しているからこそ、多分すぐアップしたら聞いてくれる人たちもいるかなと思うので、こういう情報も大事かなと思いますが、はい、まあ本題を、はい、いければなと思いますが、リキッドステーキングと MEV について、うん、はい、っていう形ですが、はいはい、なので、このテーマに。そうですね。はい、まあまあ、シンプルにあのバンクレスの記事がめっちゃ分かりやすくて面白かったというのがあるのと、あとはタイミング的にも、あの今度、上海アップグレード。 っていうのが、あの3月ぐらいにです、ね、行われていて、まあ、イーサリアムの大幅なアップデートになるんですけれども、ちょっとそれも控えている中で、結構その、の何て言うんでしょう、Web3 ユーザーというか、ブロックチェーン、クリプトユーザーの方々のちょっと動きっていうのが大きくガラッと変わるような節目のちょっと直前だったりもするので、このリキッドステーキングっていったところが、なんかこれから、この数ヶ月で。 めちゃくちゃ話題に上がるだろうなっていったところを見据えて、ちょっと先立って、なんかこの概要についてシェアできれば有益なのかなというところで、ちょっとシェアしましたと。ちなみに、2022年の9月にマージが行われたと思うんですけれども、このマージの内容をさすがに覚えてると思うんですけど、このマージって何だったか、結局何だったかっていうと覚えてます結局あのマージって何だったでしょうか、はい、あれ、イーサリエムのあれですよね。うんうん、イーサリエムの あのー、その速くする、スピード速くするというか、そういうのに改善したうん、うん、いったっていうところじゃないですかそうですね、これから早く安く、あのー、さらに分散性を保っていくための第一歩、大きな第一歩なんですけれど、うん、まだ全然早くも安くもなってない。 っていうのがまあ正直な、まあ、これからなんですけれども、具体的に言うと、よりなんていう技術的なところで言うと、プルーフ・オブ・ワークの,あの仕組みから、プルーフ・オブ・ステークの,あの仕組みに、そのブロックチェーンの、うん、なんていうんでしょう、この,あのコンセンサスアルゴリズムを変更した、みたいなようなところが、まあ、一つの、あの、ザ・マージって何だったっけ、に対する一つのまかい、まあ、いろんな切り口からあると思うんですけど、回答なのかなと思っていて、まあ、そこなんですよね、あのプルーフ・オブ・ステーク、 っってたたものが、あのー、なんだたくさん今まではマイニング、やっぱりこの自分の PC で、マイニングは皆さんあの聞いてる人もわわすごい分かりやすいと思いますけれども、難しい計算を解いて、まあ、最初にそれを解いた人が、その次の,あのトランザクションを作れて、ブロックを作れて、まあ、報酬が得られるみたいな、やっぱりマシンパワーを持っている人が、その,あのブロックチェーンのバリデーターになれて、報酬が あの受け取れるみたいな,ようなものがプルーフ・オブ・ワークだったんですけれども、プルーフ・オブ・ステークっていうのはあの、たくさんのイーサリアムを持っていれば、持っているほど、その報酬が受け取りやすくなるみたいな感じですかね。前にちょっとツイートしたので、よく読まれたあのものがあるんですけど、分かりやすかったのに言いますけど、まあ、宝くじに当選するためにはくじを買う必要がありますと。うん くじを買うためには、まあ、選ばれる必要がありますと。で選ばれるためには、お金を差し出す必要がありますと。まあ、そのお金っていうのが3 2イーサを差しあのデポジットしておかないといけないのです、ね、ビーコンチェーンっていう、このイーサリアムの,このプルーフオブステークのチェーン、ビーコンチェーンっていうんですけれども、まあ、それがメインチェーンになったよっていうのがマージなんですけれども、そこにデポジットする必要があると。でより多くをデポジットすればするほど、自分がくじに買うための権利を選ばれる可能性がありますと。 で、選ばれたら、そのくじっていうのは当選番号と一致したら当選できますと。まあ、つまりね、差し出すお金、デポジットするイーサリアムが多ければ多いほど、その報酬を得られる可能性が高まりますみたいなような形ですね、まああの。トランザクションごとにブロックが生成されますので、そのブロックが生成された時の継続的な報酬っていうのを、あのー、得るためには、まあ、たくさんのイーサリアムを預けておく。 っってていいうことで,でそれをステーキングって言いますね今までであの仮想通貨で儲けるってね、安く買って高く仕入れるじゃないですか。さっきも上がってうれしいって、ちょっと儲かったかもっていうような形で言ってましたけれども、まあ、それってキャピタルゲインっていうと思うんですね。あのね株とかもそうじゃないですか、株を <laughs> 安く買って高く。じゃなくてあの、ステーキングってのはインカムゲインですね。もう収入みたいなところの、まあ、配当みたいなところですかね、株で言うと。でインカムゲインを得られるための暗号通貨の。 あのー、なんてでしょう、メリットみたいなようなところで、今、イーサリアムっていうのは、このインカムゲインでの仕組みで動いている、ステーキングの仕組みで動いているような,、あのー、なんかものになっておりますっていったところが前提で、でこんまあ、そこまでがステーキングの説明なんですけど、何かありますここまでで気になることとか、うん、分かりづらいいや、はいあの、分かりやすく、ありがとうございます。大丈夫ですかね。まままあまあ、まあ 別にイーサリアムだけじゃないんですけど、本当にたくさんのブロックチェーン、いろんなブロックチェーンというのがプルーフオブステークの仕組みで動いていて、まあ、そのブロックチェーンのネットワークにまあ参加することで、まあ、対価として報酬がもらえる仕組みなんですけれども、今回のテーマのリキッドステーキングっていったものの説明をするとです、ねあそう、問題としては、実はこれ2020年の12月からこのビーコンチェーンというのは稼働していて、でそれが、ね、やっとメインチェーンに、うん。 去年の2月あ9月になったんですけれども、これって当時,当時から預けられたんですよね。ステーキングすることができたわけですよ。ユーザーっていうのは32差払えば。うん、でも、正直、いつそれがあの解除されるかっていうのがあの定かじゃなかったんですね。ザ・マージもほん、もうやる。 まだかまだかと言われてやっとできたと。で、マージがされたとしても、うん、それはステーキングしている人たちっていうのは、ロックしているお金、預けているお金を取り出せる保証はなかったんですよね。うん、リスクがあったんですよね、そこに対して。うんうん、これ、預けてるけど、ね、この前の FTX もそうですけれども、なんか、イーサリーもぶっ壊れて取れなくなったらどうしようみたいなところがあって、そこにビビってた人たちもい,いるし、あと3にイーサーを預けるって、結構な大金じゃないですか。 32、アム持ってる人って、そんなね、うん、すぐ持てないと思うんですけど、ど、まあそういったところを解決するような、あのー、プロトコルがありまして、それがまあちょっと今回の、まあ、メインのあ、あのー、ところにもなりますけど、LIDO っていうねあ、ライドだ。すみません、LIDO って書いて、あれ、ライドって読むらしいんですけれども、うん、ライドっていうのがあって、まあ、これがリキッドステーキングプロトコルって言って、ここが僕たちがあなたの代わりにお金を預かってステーキングしてあげますよ。 で、そこで得られた報酬っていうのは、32イーサー預けてない、もう本当に1イーサーでも0.5イーサーでも預けてた人に、まあ、少額にはなりますけれども、分配しますよ。みたいなような、そのステーキングをまるっと受け負うようなあのプロトコルっていうのが出てきて、で、これの特徴っていうのが、預けてる、1イーサリアム預けてる人には、s t e s っていう同額の、1イーサリアムにあの固定されている同額のトークンっていうのを預けてる人に、 あの発行するっていう仕組みなんですね。で、その人たちは預けているイサリアムってもうロックされてるから何もできないじゃないですか。つまり、いろんなディファイとかであの預けて利回りを得ることができないんですよ。まあ、ステーキングというか、ライドに預けておけば、あのステーキング報酬が一定数得られますけれども、せっかくのね自分のイサリアムがもう、もしかしたら一生帰ってこないかもしれないっていうリスクにさらされてるわけで、でそういった課題を解決するところで、STS っていう、なんだろう、独自の 暗号通貨っていうのをライドが出して、で、それを使えば、いろんなリファイのサービスで使って、ステーキング報酬も得られるし、他のディファイから利回り報酬も得られますよというか、運用もできますよ、みたいなような仕組みを発明したようなプロトコル、まあ、発明したかちょっとあれですけれども、まあそういったところで一番最初にばかっとはまったような、あのー、ところになってまして、で、これで、何て言うんでしょう、あのー、他のサービスでステーキングしていたものが、 他のサービスでも使えるわけ固定されてるけど実、実は実はていうか流動性があるような状態になっているっていうところ、まあ、リキッドっていうのは、ね、流動性というか液体みたいな意味なんですけれども、まあ、これで流動性のあるステーキングって言いうところでまあリキッドステーキングみたいな感じで言われていますね。ところで、あのー、今は直近だと1570万以上のイーサリアムが まあステーキングされていまして、うん、とはいっても、なんか総供給量の、でも、と言っても13%が、あの、ビーコンチェ、まあ、そういうライドも含めて、ステーキング化されているっていったような、あの、ちょっと、なんだろう、ファクトとしての数字はちょっと共有させていただければと。うん、正直、わずか13%。普通のプルフォブステークの平均ステーク量っていうのは61%らしくて、大きく下回っているっていうところで、本当にまだまだ、 このステーキングをするっていったところの、あのー、一般化っていうのはまだまだこれからなのかなっていったところが、このステーキングの量、総合供給量、まあ、いろんなね、まあ、僕とか中塚さん持っていて、別に持ってるだけじゃないですか、それってステーキングしてないじゃないですか。うん、メタマスクとか本社があるうん、まだまだ全然ほとんどの人がしてませんよっていうところですね。ちょっと豆知識ですけど、メタマスク経由で。 このライドとかに連携して簡単にステーキングができるようになっているような機能とかも今、メタマスクあるみたいだったりするので、今後ねもっともっとステーキングする人が増えるのかなと。で、それに伴って、もうメタマスク系でライドが一番最初に出てくるのは採用点なので、まあ、ライドに対するその預け入れみたいなところはもっともっと、なんだろう、大きいところがさらに買っていく的な流れがなんか出てくるのかなといったところもありますよね。うん、<laughs> と,いうところかな。 であとはやっぱりもう一つ増えるって言ったところ、今までこの、なんだろう、預けたら帰ってこないんじゃね問題があったんですけど、これがアンロック、うん、今年の3月、4月ぐらいの上海アップデートでされるので、あこれで安心できるね。安心してインカムゲイン得られる、あのー、チャンネルができるね。まあ、この安心安全のイーサリアムで、ちゃんとインカムゲインができるねっていったところで、もう今まで渋っていたような人たちが、もうがっと、まあ、メタマスクとの連携だったり、ライドの盛り上がりだったり、 あとコインベースも力入れてるんですけど、うん、このマーケティングでガ,ガツッと今1500万ぐらいのステーキングですけれども、まあ、なんもう本当に何千万点のステーキはされるだろうといったところですかね。うん、中塚さんも次のなんだろうチャレンジでステーキングやってみたらどうですか ステーキングですね、この流れでいうと。そうですね。ちょっといきなりね、<laughs> ジャンプしているような部分がありますけど、<laughs> NFT 買うとか、ENS 買うとかっていうよりも、いきなりステーキングっていうのも、ジャンプしている感じはありますけれども。ステーキング、ちょっとやってみましょうか、せっかくなんでね。そう、チャリンチャリンで入ってくるんですよ、寝てても。いいですよね。もいいですよ。労所得になるわけですね、うん。そうなんですよ。でもね、それがね、あのー、なんだろう、証券、 とうん、セキュリティートークンになるんじゃないか問題があって、で配当みたいなもんじゃないですか、うんうん、これって実質。だから、アメリカの法律では、これって本当にいいんだっけみたいなようなところでなんか揉めてるというか、もしかしたら禁止になるような可能性も定かではないみたいなところもあるので、うんうん、ちょっとまあまあまあ、そこの法律面も注意も必要ではありますけれども。通貨の価値付けっていうのは難しくなりそうですね。うううんうん、うん そうですね、だからもう株みたいなもんなんでも通貨っていうよりかはねいろいろ運用して、うん、だからもう別に通貨としても誰も使わないですよ別に人間リアル社会でイ0 0ア円まで購入とかビットコインで購入ってしないじゃないですか基本あんなボラリティも高いもんなのでなんだろうもうあれですよ金融商品ですよね通貨っていうよりかは、うん、なるほど、うん、で儲かった分をステーブルコインで利格してでそのステーブルコインで 通貨代わりにするみたいな感じの流れですかね。うんうん、で、それで言うと、うんとでちょっと今日のメインテーマとして、そのリキッドステーキングプロトコル、まあ、先ほど言ったライドとかあの、コインベースとか、あとは、うん、どこだっけなロケットプロトコルだったりとか、これもね、バンクレスの記事にあるので、概要欄に入っておるので見てもらえればなと思うんですけれども、あとす、 フラックスファイナンスとか、ステークワイズだったりとか、ロケットプールですね、先ほどのロケットプロトコルじゃ、ロケットプールっていうところ。そういったところあのリキッドステーキングプロトコルって言って、で、これらがビーコンチェーン、イーサリアムの、なんていうんでしょう、チェーンに占めている32.8%を、こういうプロトコル経由がステーキングを占めているっていうようなところって言われてますと、で、こういうのをね、リキッドステーキングデリバティブっていうらしくて、 なので何だろう LSD ていう,もう、ね、名前がちょっとドラッグの名前みたいですけど、<laughs> リキッド・ステーキング・デリバティブっていうようなところになっておりますと。で、このライドが一番の、あのー、最大手になっていて、そこのマーケット・シェアはセ9 4で、リキッド・ステーキングとしてのシェアは74%っていう形で。ですごいですて、だからもう実な何だろうビーコン チェーン預金のリーコンチェーンのだからイーサリアムにステーキングされている約30%はライドのステーキングでなっていると。だからもう本当にねイーサリアムの最大のバリデーターになっているってことですよね。一番くじに当たる可能性が圧倒的に高いサービス。だからもう基本ここに預けておけば何かしらの利回りを得られるみたいな,ようなものにな。同じね、例えば5イーサ持っていてそれを 直列ビーーコンンチェ最初は30イいサーないと預けられないんですけど、30イーサを、あのーをビーコンチェーンに置いておくよりかは、10イーサーをもしかしたら、あのー、ライドに置いておく方がリマワ得られてあと SD イーサーも10イーサーももらえるので、それをまた別のカーブとか、まあ、そういうコンバウンドとか、なんかそういったところでの運用で使える。み、うん、たいなのはありますよね。で だところでこのリキッドステーキングプロトコルの中でのシェアも74%というところで圧倒的だなというところですね。やっぱりもうみんながこれ使うので、もういろんなところでこの STESA 使えるようにして運用ができるようにして、STESA がいろんなところで使えるから、みんな他のリキッドステーキングプロトコルじゃなくて、直接のビーコンチェーンじゃなくて、ライドにお金を預けるっていうような、本当にあのネットワーク効果がいい感じで働いて、あのー、その なんだろう規模が大きくなっているっていうようなプロートコールなのかなというところですね。これもなんか歴史を見ると、このビッグホンチェーンが稼働した2020年の12月にあの運用が開始したみたい、ローンチしたみたいで、もう本当に、ね、もうこれに合わせて開発しているというか、うすごい頭がいいというか、スピード感が速いというか、やっぱり先行者優位がもう働いて、もう2年以上運用。 あ,あるサービスだったりもするので、圧倒的なマーケットシェアを持ってるのかなというところですかね。うんうん、すごいですよね。で、これもマーケティングもゴリッとやっていて、で、自分たちでまた、あのー、ライドトークン、LDO トークンっていうのをまた発行してるんですよ。自社トークンっていうのは、さっきのリキッドテイキングデリバティブっていう STE ス。 だけではなくて、LDO トークンにあまってま、まあそういったところの、なんかたくさん使ってくれた人には自社トークンもあげますよだったりとか、なんかそういう風なあのマーケティングとかをゴリッとやって、本当になんだろう、2022年だけで、ん<ー>3億ドルぐらい違うな2億、2億800万ドルだから、どんぐらいだろう、もう350億円とか、400億円近い、400億円ぐらいの、 あのー、だろうマーケティングというかインセンティブを使ってユーザーを集めたみたいなような形で、まあまあマーケティングもゴリッとやってる、結構攻めてる結構いろんなところに広告出るんですよね、このライドの広告。んなんすよ結構攻めてるのかなというところですね。結構こういうね、強固なポジションを持っているライドなんですけれども、この実はこのマージ、9月のマージ以降、実はちょっとあのー、 勢いがないんじゃないかみたいなようなところをこのバンクレスの記事では言っていて、それよりもこの2番手のやっぱりコインベースがグギっと来ているみたいなところで、コインベースはご存知ですよねうん、うん、あ、はい、はい、知ってます。もう FTX がない今、まあ、世界2位の仮想通貨取引所なのかな、まあ、あのアメリカにも上場しているあのセファイ。うん 中央集権的取引所の、まあ、バイナンスに次ぐ大手なんですけれども、これも、ここの、ここもですね、そのステーキングサービスを始めてまして、で、こちらもものすごい勢いで伸びていて、今、第2位につけていると、まだあの、あれには及ばない、もちろん、ライドには及ばないんですけれども、つけていると。だから、う、え、ん、っと、リキッドステーキングのシェアでいうと、ライドが53%に対して、コインベースが33%。 みたいな感じで全体のステーキングで言うと14%ぐらいのシェアを持っているっていうのは出てますかね。やっぱりこれも元も圧倒的な、あのー、イーサリアムを保有しているわけですよ。保有というか預かっているわけですよ。だからその預かっている、そのーイーサリアムをこれをステーキングに回しませんかみたいなような感じで、ね、既存ユーザーとかに許可取って、いいですよって言ったらこれを一気にステーキングしてで、もちろんステーキングしてくれた人には CBEs。 っていうまあ、s t e s に対して、あのライドがここはコインベースの頭文字で c b e s っていうものを発行してあげて、またこれで流動性作れるよね、みたいなような,、あのー、なんか展開とかをやってですね、やっぱりもともと圧倒的大規模な合通貨取引所で、たくさんのイーサリアムを扱っているっていう利点を生かして、一気にシェアを取りに来ているっていうようなアプローチがされてますよね。いや、やや攻めてるなという。うん ところかなはいっていう、このステーキング市場がですね、結構勢いがあるなっていうところがあって、あのー、その上海アップデート以降、もっともっと盛り上がるだろうな、いろんな人がステーキングをもっともっとカジュアルにやるんだろうなっていったところはありますと、ね、でもですね、ちょっと次のトピックとして、この利回りのコモディティ化。 で、MEV について、やっとここでちょっと MEV の話なんですけども、これって今って、僕の話って、このライドとかコインベースとか、さっきのロケットプールだったりとか、こういう大手に預けるか、もしくは32イース集めて、イーサリアムにも直接預けるかしかなかったじゃないですか。ではないけれど、そうじゃないと利回り取れなかったけれども、そこを、うん、もっとなんか、 あのー、インカムゲインが取れるみたいなような仕組みでのが今、開発されているみたいで、これが MEV っていうのが、うん、マキシマム、あのー、エクストラブルバリュー。ちょっと前のね、エピソードでも何回か話したことあります。まあ、利益最大化ですよね。ちょっとここら辺、結構難しい話なんですけれども、うん、大丈夫です。ここまでのお話で何か気になる点あったら、今のうちに聞いておいてほしいんですけど、ちょっとここから僕も。いいんですよ。いいですようん これもね。<laughs> <laughs> そうなのでこの M. E. V. ね、もうずっと僕も。なんだろう、リサーチというか、調べなきゃなと思ってましたけれども、なかなか。複雑な概念、ね、ちょっと噛み砕いて。あの話もできればなと思うんですけれども。うん、この M. E. V. がね、うん、今激アツなんですよ。この界隈では。うん、まあ、まあ、利益最大化、まあ、別に名前だけはあれです。まあ、結論言うと。あの、ボットですね。ボット。今の。うん あの暗号通貨のあディファイ領域ですね、ディファイ領域のもうほとんどがもう半分以上は、Bot、あ、が、のー、稼いでるんですよね。つまり、んなんて言うんでしょう、このブロックが生成されるこの順番を Bot が書えて、一番、なんて言うんでしょう、利回りが最大化するような、なんだろう、あのトランザクションをなんだろう先にしている。 みたいなような感じなんですね。まあ、例えば、イメージで言うと、イメージで言うと、まあ、そのどのトランザクションを先にしていくかみたいなところは、もう全部、ボットが、もう、フラッシュボットみたいなのがあって、うん、そういったのをやっていて、うん、あ、違うの、フラッシュボット、まあまあ、そうですね、あって、あの、イメージとしては、例えば、大口のトランザクションが、例えば、これを、あのー、1万イーサリアムを、あのー、ビットコインに変えたいみたいなような、あんたらに送りたいとかっていう、あのー、トランザクションがあ出てるぞと、これを、 先に順番待ちなわけですよいメタマスクで送金されたらすぐにできないじゃないですか。ちょっと時間経って、で、これを承認してもらって、このトランザクション問題ありませんね。送金完了しました。みたいなようなところで結構レッドに並んで、順番よくトランザクションが処理されていくっていう形になってるんですけれども、で、それを早くトランザクション処理してほしかったら、少し手数料高く払って、 優先に上げてもらうみたいなような感じなんですけれども、例えばイメージとしては、とですね、このボットがですね、例えばこの、あこれ、1万イーサリアムのこのトランザクションが来てるぞと、返還が来てるぞとで、だったらこれをそのままコピーして、取引手数料をあの少し上乗せして、同じトランザクションを自分がやっちゃおうと。そしたら、ちょっと価格が変動するわけですよね、何かあのイーサリアムをちょっと売ったりとかすると。で価格が変動 したら、その、なんだろう、自分は高い状態で買ってるわけですから、自分が先にとなんざくしやってで、先に後からやった人が、なんか、損しちゃうわけですよ。これ、この、なんて言うんでしょうね、あの、なんだろう、100イーサリアムを、例えば、例えばですけども、1億円で売れると思ってたら、なんだろう、9999万円でしか売れなかったみたいな、本当にちょっとだけの差なんですけれども。で、また、その、 差分、あのー、を最初にトランザクションを通したボットがその差分でまた儲けるみたいな、利罪を儲けるみたいなような形の仕組みになっていて、まあ、そういうかトランザクションの中身を見てあ、このトランザクションを先に自分がやったら、あのうけられるな、この利罪が取れるなっていう、その大口の、ね、取引っていったところに値段を定めて、先に先回りして、フロントランニング問題って言われたりするみたいなんですけれども、先回りして自分の利益を最大化するっていうような、この。 ブロックチェーンの仕組みをちょっとハックしたようなあの仕組みっていうのがあって、で、さっきの、なんていうんでしょう、このライドだったりとか、このプロのバリデーターみたいなようなところが独自のこの MEV、これってやっぱりある程度、その強いマイナーだったりとか、あの強い、その、くじが当たりやすい、冒頭に言ったくじが当たりやすいようなプレイヤーっていうのが、こういうことをやりやすいんですよね、その、うんなんていうんでしょう。 指示できるというか、どこを先にやってみたいな話ができたりとかもするわけです。そちょっと、難しいあのかりめっちゃ分かりやすく言ってるような話なんですけれども、っていったところがあってですね。で、なので、なんていうんでしょう、こういう大規模な資本プールを持っているところ、こういうブロックを操作できるようなプレイヤーといったところが結構儲けてたたりもしたんですよね。うんうん、で、高いやっぱりあの手数料を払って、 で、先回りしてトランザクションを通して、それで利罪を得ていくみたいな仕組みがあったんですけれども、うん、それを MEV っていう、今利益最大化をしていくようなボットっていうのがもう本当に、ほとんどのディファイの取引っていうのは、蓋を開けてみたら全部ボットだった。で、それは、その、うん、なんだろう、ブロックチェーンのこのトランザクションを結構操作できるようなプレイヤーっていったところが、そういうボットを走らせて、利罪を取っていたみたいなようなところがあってですね。 で、そういったところで、そういったものが、実際のステーキングの報酬って言ったのは、そういったところから生まれているですよね。このステーキングっていうのは、まあ、先ほども言ったように、この、僕らが払う、トランザクションの時に払う手数料っていうのを、誰に払ってるかって言ったら、ステーキングしてくれているバリデーターに払ってるわけで、それは。見分かりますかね。その、イーサリアム、僕が、例えば今、中塚さんに一イーサリアムを送ったら、うん 0.0、あのーまあ、何インサリムかをガス代として払わなきゃいけないんですけどそのガス代っていうのも一つはバーンされたりもするんですけれども、うん、バリデーターに払ってるんですよねその一部は検証してくれてありがとうっていうようなお礼として、うん、でやっぱりそのバリデーターはその何、あのー、て言うんでしょう自分がその手数料報酬もらいたいじゃないですかガス代をもらいたいので、うん、やっぱりそれを自分たちに都合のいいように 高いガス代をもらえるようなトランザクションを通すだったりっていったようなやり方もあったりもするんですけれども、でいったところでこういう大きいねあの、なんだろう、リキッドステーキングプロトコルっていうところが結構儲けるような仕組みに今までなってたんですけれども、うん、とここにですね、MEV ブーストっていうちょっと革命的な仕組み、ちょっと僕も本当にまだまだ勉強不足で勉強しなきゃいけないので、本当に触りだけ話しますけれども、こういうフロントランニング を防止するための仕組みだったり、このベースフィーの高騰を抑制するための,あのプロジェクト、フラッシュボッツが提供する、まあ、イーサリアムバリデータ向けのツールっていったところが、この MEV ブーストっていったのが今出てきてるみたいな、まあ、まあこれもまだまだ,まだあの開発中というあ、開発中ではないかも、も実際に使われていますね、実際に使われていて、でそうしてビーコンチェーンに提案され,提案される約9割のブロックが この MEV ブーストを介したブロックとなっているみたいなような感じにもなっているみたいで、MEV ブー、まあ、ME ストを使えば、あのー、何でしょう、高い収益性みたいなところ、さっきの、なんだろう、なんて言いましょう、その大規模な、あのー、プロトコルが牛耳っていた、この都合のいい手数料自分たちで儲けていたようなところを、この MEV ブーストを使えば、結構個人レベルでも、あのー、そういったことが可能になる、高い収益性を、あのー、 実現できるみたいなところをですね。まあ、なので、これはビーコンチェーンに預けているような、個人のバリデーターとかが使っているような,、うん、なんだうツールですね、イーサリアムアバリデーター向けのツールにもなるので、うん、この、だから、ね、32イーサリアムしか預けてない人が、もう何千万イーサリアム預けているライドに勝てないけれども、この MEB ブーストを使えば、自分たちの収益性っていうのをより最大化することができる。うん みたいなようなしあの仕組みですね。で、これがちょっとこれも技術的ですけど、なんか PVS、PBS プロポーザービルダーセパレーションっていう風うな、まあ、技術を使っていて、まあ、この提案者とビルダーをちょっと分けて、今まで一緒にしてた、一緒にしてブロックなんか作ったんですけれども、まあ、これをちょっと分けてあのブロックを生成していくみたいな仕組みで、まあまあまあ、ちょっと、はい、ちょっと専門的な話ではありますけれども、<laughs> そこのセパレーションっていうのをちゃんとして 分けて、そのリレイヤーを使って実装していくみたいなような感じの仕組みになっているというところが、この MEV ブーストみたいなところ。だから、バリデーターの方々、ステーキングをして、報酬を得ていたような個人の人にとっては、夢のようなツールなのかな。だからこそ、ビーコンチェーンで提案されているもう9割のブロックっていうのが、この MEV を使われて、ブロック生成、ブロック提案がされているみたいなところですかね。 で、これ、フラッシュボッツっていうあのプロジェクトが作っているものなんですけれども、一方で、イーサリアムの開発ロードマップとして、このザサージ、なんかね、マージ、サージ、パージとかって言ったと思うんですけど、このサージっていうあのフェーズで独自のこのプロポーザー、ビルダー、スパレーションの技術って言ったところがまあ実装される,うるような提案がされているので、この MAB ブーストを使わなくても、今後どんなバリデータでもこういう収益性、 テイキングからの収益性みたいなところが最大化されるような仕組みってのが出てくるのかなと。言ってではね、32イースじゃなくても、もっと低い金額を預けてても、デフォルトで、このデファクトのツールで、赤い収益性を得られる、まあ、このポップの、あのー、なんだろう、ハックを阻止しながら、より公平に小規模なバリデーターにも機械を提供されるみたいな仕組みってうのが、うん、あるのかなっていうところですかね。はい。 まあ何が言いたいかっていうと、うん、もう大規模なプレイヤーしかこのステーキング競争で勝てなかったっていう状態から、より個人に、そのステーキングからの収益性っていうのがちゃんと担保されるような状態になりますよって言ったところが、はい、言いたかったところですね。他にもなんかディストリビューテッドバリデーターテック、AVT ですね。ディストリビューテッドバリデーターテックっていうのもあって、なんか複数のノードにバリデータを分散させて、で、またそれも一つの、例えば僕が32二室預けていたものを、 複数のノードで分散して、またみんなでその取り分っていうのを分け合うみたいな,ようなもの、みたいなのもあるので、まあ、より、はい、あの、その、今までのライトとかコインベースとかのリターンっていうのを、より、はい、コモディティ化させていくっていうようなツールっていうのが盛り上がりますよね、盛り上がりますよねっていうところですかね。この MEV ブースト、まあ、ざっくり、はい。 ちょっとあの名前は聞いたことあるけど、なんかよくわかんねえみたいな人もね多かったと思うので、僕もめっちゃなんか、多分間違ってることあるなっていうような内容になってても、DYOR でやっ見てほしいんですけれども、リ利回りを個人にもうんあのやりやすく、最大化してやすくなるっていうようなところっていうところを認識しておけばいいんじゃないのかなと思いました。うん、はい。うんうん、はい、ありがとうございます、うん。なんか説明できるか不安だったんですけど、あんまり説明できなかったですね。反省してます。<laughs> いや、ちょっと僕もちょっと理解が。 ちょっと追いついてないとこがあったので。です,ね、ですが、うんうん、ちょっと一回僕もやっぱステ,あのステーキングの方はちょっと試してみて、この今日言った意味っていうところはちょっと振り返って。そうですね、そうですね、ステーキングは、うんはい。いろいろねあの、普通に預金みたいなようなところ、預金なんていうんだっけ、うん、あ、あの、バンバンボンディングでしたっけまあまあ、いろいろありますけど、預金からの利回りで儲けるとかもありますけれども、まあ、今後、うん、インスタネムが POS が正式化としてますので。 こういうリキッドステーキングプロバイダー、デリバリティブあ、デリバティブみたいなところはもっともっと増えていくでしょうね。自由に、ね、預けて出したりとか。上海アップデートはいつ頃にこれも月あ3月から4月としか言われてなくて、正直、あれですね、何日かっていったところは決まってないですかね。これもなんだろう、もう分散的に開発はしてますので。 もうなんか何かしらの基準に達したらみたいなとか、なんかそういう感じじゃないのかなうんうん。ちょっと今見てますけれども、やっぱり具体的な認定ってのは出てないですよね。うんうんうん、これがまあ行われれば、引き出せるようになるんですよ、今まで。何千万以下が預けられていたものが。何千万じゃない、千八百万以下ぐらい預けられたものが。うんうん うんうん、そうなんですよね。いやいや、よりね、分散化されていくようなバリデータが、もう今は課題だったんですよ。もうもうライドに支配されてるチェーンじゃん、これ、みたいな。30%のステーキングを持ってたわけですから、いいのみたいな感じだったんですけど、これによってより、あのーうん、分散が結ぶのかなというところですかね。ステーキング、うんうん、これからいろいろ出てくるような、まあ、今までも、ね、普通によく言われた言葉でますけれども。 流動性ステーキング、リキッドステーキング、要チェックな MEV、要チェックなあるのかなと思いますね。今まではねマイニングして、そういう利益最大化したので、マイナーエク,スエクスラブルバリューみたいな、マイナーの利益最大化だったんですけど、うんうん、マイニングじゃないのでママ、マキシマムみたいな感じで変わってますね。うん、うん、う、は、ん、い、うん。はい。こんな感じですかね。じゃあ、こんなもんですかね、うん、今日は。はい。はい。 今回もご配置いただきありがとうございました。今回のお話も YouTube にご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいです。それでは次回またお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。